お疲れ様です40代とか50代になってコンテンツビジネスをする際はそれまでの経験を生かしたものをするのがやっぱり一番だと思いますね。それがうままくいいいいいかかなな場合は別ののこととをやってもいいのかなと思いますねですんで私は思うんですけども最近ねキックボクシングのオンラインサロンを経営することを私の塾生さんに勧めたんですけどもあのまあリファイトクラブね収益化してるわけですよ。で 私も今度試合に出ますしね。で、自分の経験を自分の商品にするわけですから、意欲も落ちないし、いろんなメニューとかも考えつくしっていう形で、しかも、40代とか50代でやってる人が少ないですから、あの、このぐらいの年代の人には結構ウケるんですよね。だからそういうガラ空きのマーケットは、40代とか50代を対象に、40代、50代が教えるっていうところなのかなと思いますね。ぜひこの年代の方には、自分にしかできないことを、 このインターネットの世界で広げてもらいたいと思います。リアルな世界はもうね、飽和してますんで、インターネットの世界ですよ。みんな苦手ですから、それじゃあ。